皆さんお持ちのレビットをまず起動しましょう。で、起動するとこういう画面になると思います。まずここまで行ってください。いいですか？大丈夫？まだ OKOK。いけた？じゃあ、人によってちょっとどこに出てるかは別だけども、上のプロジェクト、あ、ごめんなさい、その前に1個、私はこのソフトを英語版で起動してます。で、皆さんは多分普通にやったら日本語版が入ってると思います。どっちでもいいです。できることは何も変わりません。で、私も普段は日本語版使ってます。ただこれ変えられるんで、この設定、その変え方だけは知っといてください。で、このサイトの下のところにリンクを貼っておいたんですが、ここですね、 Use Revit in other languages っていうところを開くと、オートデスクのヘルプが出てきます。で、話は簡単で、Revit をローンチするショートカットがあるんですが、そのショートカットの後ろにこういうオプションが付けられて、ここのオプションのところに何を書くかで起動する言語が変わります。例えば、ここのスラッシュ、ちょっとやってみますかね、で、このレビットのショートカットを開くとき、ここにスラッシュラングエッジ ENU って書いてありますよね。これ僕が書き換えたんですけど、これで起動すると英語版になります。で、ここを JPL に書き換えると日本語版になります。で、全然どっちでもいいです。どっちだから何ということは一切ありません。ただ、もしも英語にものすごい敬語感があるんでなければ、英語版を使ってみるのもいいかと思います。というのは、まあ明日じゃないや、来週実際ハンズオンでやってみるとよくわかるんですけど、まあいろんなところでつまずくわけですよ。ちょっとうまく動かないとか、期待したのと違うとか、いうときに検索するときに引っかかってくる情報量が英語版の方が全然多いんですね。日本語版のコマンドを当てずっぽうで英語に直しても当たらないので、英語版で使っていた方が、そういう困った時に得られる情報量は多いです。ただ日本語版のサイトも最近すごく良くなってきて、日本語版で検索してもまあまあ大体はうまくいくので、とりあえず慣れるまで日本語版で使ってみようかなというのも全然ありです。で、どちらでも説明はできるので、今日参加している方はどちらもいいですということだけ知っておいてくださいね。じゃあ、とりあえずサンプルを開いてみます。この上にサンプルアーキテクチャプロジェクトというのがあると思うの で、これひょっとすると人によって違うファイル開くかもしれませんが、まあ、とりあえず開けてみてください。で、私のバージョンだと開けるとこういうのが出てきます。で、ここまでいいですか？それで開けたときに、このプロジェクトブラウザっていうのとプロパティっていうウィンドウがあるんですけど、これが左側に縦に2つ並んでる人もいると思うんですよね。それか出てきてないっていう人もいると思うんですけど、この2つのウィンドウはないと話にならないので、絶対出しておいてほしいです。で、それを左側に上下にまとめるか左右に配置するかも好みです。僕はこういうふうに左右に置く方がなんとなく慣れてるのでそうしますけど、全然どっちでも構いません。で、このプロジェクトブラウザーとプロパティが何かの表紙でこう間違って消えちゃうことがあるんですが、この戻し方が非常に分かりにくいのでこの作業に教えます。ビュー、日本語版だと表示かな、表示というタブの一番右にユーザーインターフェースというのがあります。で、ここにプロジェクトブラウザーとプロパティっていうのがあるんで、このチェックを入れると戻ってきます。
本当にこれよくいなくなるんで、慌てずにここで戻してください。いいですか。じゃあちょっと中身を見てみましょう。で、今もしこの、ベーシックサンプルプロジェクトっていう図面っぽいものが開いてる人は、まあ、ちょっとこれに従って、そうじゃない人はもし必要なら後でフォローアップするんで言ってくださいね。これは今僕らは何を見ているか、言い換えるとこの画面の中に何が表示されているかというのは、このプロジェクトブラウザーの中でどれが太字で表示されているかというのと連携しています。今この左側に001タイトルシートというのがあると思うんですが、あ、ちょっと待ってください、この画面を録画した方がいいんだったな。できたできた。で、この、まあ、タイトルシート、これが今開いているものなので、試しにこのシートに他のものが入ってますよね。例えばこの A101 というのをダブルクリックすると別の図面が出てきて、 A102 というのを開くとプランが出てきて、でこの真ん中の画面でホイールをスクロールすると拡大します。で、画面の移動なんですが、マウスの中ボタンクリックを使います。中ボタンクリックでこう画面の移動ができます。で、あらかじめ言っておきますが、この操作体系がライノと全然違うので、ライノとレビットを切り替えながら使うとよく混乱します。もうしょうがないです、これは諦めてください。ある程度慣れると最初の2クリックぐらいの混乱で済むようになるので、もうそれはそういうもんだと思ってください。で、もうこの時点ですでに3ボタンマウスがないとやばいことが分かると思うんですけど、なのでトラックパッドだけでレビット操作しようとするのは結構危険です。マウスを忘れないように見ててください。で、ここにあるのがシートですが、このシートの横のところにちっこいプラスの四角がついているのが見えると思います。これを開くとそこに、例えばフロアプランを開いている人はフロアプランというのが見えますし、エレベーションを開いている人はここにエレベーションとセクションというのが見えると思います。で、これは何かというと、このシートというのは個別に作った平面とか立面とかパースとか、あるいは集計表とか、そういうものを決まった用紙の大きさにアレンジするためのものです。どういうことかというと、ここにですね、例えばこれでいくと、このこういうエレベーションがありますよね。セクションかな、これセクションですね。で、このセクションを選ぶと、この右上のところにビューポートって出てきますよね。これ。この名前が示す通り、このシートには2つのビューポートが入っていて、そのビューポートの中身がそれぞれの図面だということになります。じゃあこのそれぞれのエレベーションなりセクションなりプランなりっていうのはどこにあるのかというと、実はこのシートというところではなくて、この上のビューというところにあります。一番上までプロジェクトブラウザーをスクロールすると、この上のところにビューというのがあります。で、例えばフロアプランだったらこのレベル1というところに入ってますね。で、いろんな違いがあるんですけど、まず一つ知っておいてほしいのは、これはビューポートと呼ばれる、覗き窓みたいなものなので、この上で
オブジェクトを触りに行こうと思っても何も起きません。一方でこのビューの方に行ってビューの方でこうマウスを動かしてみるとなんかこういろんなものが反応しますよね。基本的に何かを作るとか編集するとかいう作業はこのビューの方でやります。でシートの方でも編集できないことはないんですけど、基本的にシートというのは出来上がったものを決まった紙にレイアウトするための機能だというふうに理解しておいた方がいいと思います。で、ここにあるいろんなものは触れるので、例えばここにこういう壁がありますよね。で、この壁を触ると今度プロパティのところにベーシックウォールというのが出てきます。左下に出てくる人はこちらに出るかな。で、それが例えばなんだろう。これはなんとなくキッチンカウンターだとわかるけど、クリックしてみるとここに4500キッチンアイランドというのが出てくる。こっちもそうですね。で、例えばこれもまあ見ればわかるけれども、これが衛星陶器だということもわかるし、これがオットマンのソファだということもわかる。これが属性です。このモデル、それが例えばいかにこうただの直方体であろうとも、それが何なのかということが情報として与えられていて、その情報はこのプロパティという窓を通じて見ることができます。で、この属性というのは、まあ、ただそれが何かというだけの話を超えて、もっといろんな情報を含んでいます。例えば、ここに、ベーシックウォールというのがありますが、一番最初コンストレインツ、拘束って出てるかな、日本語だと。で、この壁がどの高さからどの高さに行っているかとか、それが構造壁かどうかとか、あるいはこの壁の、エリアというのの表面積で、ボリュームはこの壁の体積がどのぐらいかということだったり、そういうものがこの中に含まれていることがわかります。だから例えば、ここにコンクリートの壁があります。で、コンクリートの壁もここに体積がボリュームという数字で表示されているので、これだけ集計すればコンクリートの量がわかりますよね。だからこれがいわゆる積算の機能の使い方で、例えばある仕上げだったら仕上げは面積が欲しいので、面積を数えればこの建物の例えばカーペットのエリアは何平米とか、あるいはこの建物の家具は何個とか、そういうことを数えていけば集計機能にも使えるということがわかります。それで今ここに例えば僕が触っているこの壁は RC の壁ですけど、さっきちょっと見たこのプロパティの一番上、これはこのいろんな壁の種類を中に含んでいて、実際は変えることもできるんですね。ちょっと何も考えずに変えるのはあまり好ましくはないんだけれど、ちょっと試しに例として、そうですね、じゃこのティンバークラティブの壁に変えてみます。ポチッ。そうすると表現が変わりますよね。こんな風に同じ壁であってもここの選択を何にするかでその壁の性質が変わってきます。で、これは全てのものに言えるので、例えばここにこういうアイランドキッチンがありますよね。で、これもキッチンの中にタイプがあるので、これを変えるとものが変わるし、この衛星陶器なんかも中にいろんなものがあって、例えばこれ今たまたま、大便器ですけど、これをこれに変えると洗濯機に変わります。で、今なんとなく分かったと思うんですが、例えば壁を選んでこの属性の中を見ると壁しか出てこない。で、
衛星登記を選んでこの中を見てくると衛星登記しか出てこなくて壁は出てこない。なんとなく、まあ、そりゃそうだという感じがするかもしれませんが、これが実はレビットでは非常に重要な概念で、これをカテゴリーと言います。で、なぜカテゴリーがそんなに大事かというと、ちょっとここのプロジェクトブラウザーに戻ってほしいんですが、プロジェクトブラウザーのシートの下にファミリーっていうのがあるんですよ。で、ファミリーを開けるとなんかいっぱいブワーって出てきますよね。これをちょっと見るだけ見てほしいんです。で、日本語でいくと、例えばそのドアとかカーテンウォールとか外壁とか天井とかありますよね。これが具体的なカテゴリーです。で、レビットでは物を作るときに基本的に何のカテゴリーで物を作るかを先に決めないといけません。ライノだったら、例えばとりあえず何か直方体を作っておいて、これは柱だとか壁だとかいうのは、まあ、レイヤーで管理したりマテリアルで管理したりいろいろやり方あると思うんですけど、レビットではそれは一切許されてなくて、なんならこの中にはレイヤーという概念すらないので、基本的に全てのオブジェクトはカテゴリーで管理されています。だから自分が例えばこれから何か作るぞという時に、自分がこれから作ろうとしているのが壁なのか柱なのか床なのか天井なのかということを決めないとコマンドが選べないです。今この上のところに建築っていうタブが一番左にあると思うんですが、その建築タブを開けると壁とかドアとか窓とかありますよね。で、ドアを作りたい場合はこのドアコマンドの中じゃないと作業ができないし、壁を作りたいときは壁コマンドの中じゃないと作業ができない。で、基本的に最初に何か作って、例えばこれは柱のつもりで作ったと思う、だけど実は違う、これは家具だというのはなしです。なしというか、あの基本的にできません。だからとりあえず何かで作っとくっていうのが、やってできないことはないんですけど、それ用のモデルもちゃんとあるんですが、あんまりそういうシステムになってないので、例えばこういう完成品を見るとふーんと思うと思うんですが、これを実際立ち上げようと思った時、ボリュームがまだ決まってない状態で、とりあえずこの辺に壁があるよというつもりで作っても、その壁が壁なのかカーテンウォールかなのかでまたコンポーネントカテゴリーが変わってしまうので、それが分かんない状態で作るのってすごいストレスなんですよ、作る側としては。だからある程度固まってからレビットに来た方がいいし、それまではライノで作業した方がいい、まあ、スケッチアップでもいいです、何でもいいですけど、いわゆる汎用タイプのモデリングソフト、あるいは、まあ、もうちょっと汎用 CAD と言われるものでもいいですけど、そういうもので作った方がいいと思います。で、このファミリーというのがちょっと扱えないぐらいすごいいっぱいあるんじゃないかと思った方もいると思いますが、基本的にこの中は検索が効きます。なので、このプロジェクトブラウザーの中でですね、サーチというコマンドがあるの で、このコマンド、コントロール F でも大丈夫です。ちょっと私のやつだとなんかウィンドウが白飛びしてしまってるんですけど、日本語で使ってる方はそうですね、何でもいいですが、例えば、ドアとか扉とか窓とか、なんかちょっと思いつくものを検索してみてください。そうすると、これはあくまでファミリーだけなので、あのこの他にもいろんなものはあるんですけど、まあスタンプのようにここから持ってきて図面上にポイッと置けるものはこうやって検索することができます。なので例えばそうですね、あの家具っていうところを開けると、このファーニチャーの中になんかこう
いろいろあるじゃないですか。で、例えばこのダイニングテーブルで、ちょっと分かりにくいんですけど、このダイニングテーブルをさらにもう一個開けると、ここになんかこういう 木でできてるっぽいテーブルが表示されますよね。で、この状態でこれをドラッグしてここに持ってくると、なんかこんな風に表示されます。で、これをまあどこでも好きなところにポンと置くと、家具がここに置かれます。いいですか。あるいは、壁というツールが建築の中にありますので、この建築の壁ツールを選んで、で、まあちょっとこんな壁はないですが、ここからここまでビッと壁を引くと、まあ、こんなことが起きます。で、今私がやった操作によってちょっと見た目が変わりましたよね。あの、この操作をする前はこうだったんですけど、このキッチン&ダイニング73平米っていう部屋が、私が壁を描いたことによって62平米に減りました。これはなぜかというと、部屋の中にこういうなんか邪魔系なバッテンがあることに気づいたと思うんですが、このバッテンは実はこれはこれで一つのものを示していて、それがこの右側じゃないや、プロパティウィンドウの中にある部屋というものです。この部屋も一つのオブジェクトなんですよ。で、よく見るとホールとかランドリーとかいろんなところにこう色がついてますよね。で、それぞれこうバッテンがあるじゃないですか。で、このバッテンがついているところはそれぞれ部屋なんです。部屋というオブジェクトが置かれていて、その部屋というオブジェクトに、例えばランドリーならランドリー、リビングならリビングという名前がついている。で、今このリビング70平米ってなんとなく書いてあるように見えますが、これ実はただの文字じゃなくて、ここに部屋タグって書いてあると思いますが、英語版だとルームタグ書いてありますが、これはただのテキストではなくて、その属性を表示するための専門のオブジェクトなんです。例えば部屋なら部屋にどんな情報が入っているかということをあえて文字で出すための機能で、これをタグと言います。で、このタグの情報は何がいいかというと、この部屋のオブジェクトの持っている属性と連携しているので、手打ちで打ったものと違うんですね。だからこの部屋の面積は、この部屋のオブジェクトが自動的にこう計算した結果によって生まれているものなので、僕がこの部屋をここで仕切った結果、この部屋の大きさが変わったから、このタグの情報もそれに合わせて書き換えられた。それでここの部屋タグのこの73平米というのが、壁を描いたという動作の結果によって62平米という大きさになりましたよと。ただ、まあ、そういうつもりじゃなかったっていうこともあると思うので、そういう時はこの壁からこのここでこのプロパティというのが出てくるんですけど、このルームバウンディング、部屋の境界に含めるってなってるかな、日本語版だと。このチェックを外してやると部屋が復活します。この壁は部屋の境界にならないよというふうにするの で、これどういう時に使うかというと、例えばこの部屋の中にもありますけど、ああいうこうボックスインボックスとかルームインルームみたいに、部屋の中にこう仕切りはあるんだけど、パーティションみたいなもの、それは別に建築としては部屋としてカウントしたくないっていうケースはありえますよね。そういう時にはこういう機能を使って、そこでわざわざ部屋を分けないというようなこともできます。
さて、なんとなく分かってきましたが、こんな風にしてものができているので、この図面の中にいろいろ文字が書かれていると思うんですが、実はベタで打っているテキストというのはあんまりなくて、それぞれタグであったり、まあ、あるいはものによっては専門の、これは通り芯というグリッドというオブジェクトなんですけど、これはまたこれで専門のオブジェクトなんですよね。グリッドラインはグリッドというオブジェクトだったり、あとこの六角形の46は窓のタグ、窓タグですね、だったりで、こういうのは書かれた文字なので、そこにはテキストって書いてある。で、ここになんかこう部屋の色の判例が書いてあるんですけど、判例は判例で判例というオブジェクトなんです。もちろん手で書いたって構わないんですけど、判例って繰り返し使うし、増えたり減ったりするじゃないですか。なのでこういうオブジェクトで作っておくと楽ということだったりします。なので、こういうタグというものがあって、でタグを使うといろいろ管理が楽になるということと、あとこういうタグというものが存在することを知らないと、せっかくモデルで作って情報もいっぱい入れたのに結局テキストで打ってるみたいなことが起きかねないので、まずこのタグというものがあるということ、あるいはそういうオブジェクトが専門に用意されているケースがあるということを知っておいてほしいです。例えばこういう通り芯みたいなものって CAD だと普通にただ線を書いておしまいだったりしますよね。ライノで作るときも多分なんとなくこうグリッド書いてレイヤー分けてロックしてみたいな感じになると思うんですけど、レビットの場合はそれ用のオブジェクトがあります。同様にちょっと断面を見てほしいんですけど、断面図の中のロンギチュイディナルセクションって日本語だと何だろう、長手断面ってのがあったのかな、ロンギチュイディナルそのままになりますかね。でそれを見ると断面図はこうなってるんですけど、ここにこういう断面のレベルの表記がありますよね。これもレベルというオブジェクトなんですよ。でさっきあった通り芯は平面、立面、断面共通で出てきます。で長さを調整したりとかはできるので、これをこうギューッと伸ばしたりとかそういうことはできるんですけど、ただこの図面だけ意図的に通り芯をずらすとかいう操作は基本的にできません。後で間違うから。なのでそういうふうに考えていくとだんだんわかると思うんですけど、そういうふうにオブジェクトができているということは、あまり恣意的にこの図面の中だけはこうとかいうことをしない方がいいものは、ちゃんとそれ用にオブジェクトが用意されているケースが多いというふうに理解しておくと、勘が働くというか、なんかあるものを作ろうとしたときに、あれこれひょっとしてなんかそれ用のオブジェクトとかタグあるんじゃないの、気づくと思います。で、このくらいの、まあ、何百平米というクラスのプロジェクトを作り込んでいく分には、まあ、正直それをテキストで書いたところで大した問題は起きないんですけど、これが過去に私がやってた28万平米ある空港とかだと、そういうことを知らすとマジで訳がわからなくなるので、なるべく情報はその情報がある場所の中で管理して表示するときはそこから取るようにしないと、一回でも手で打ったらその情報を直し忘れた瞬間終わるので、なるべくそれをしないようにという思想が実はレビットのベースにはあります。でこのせいでレビットって実は最初すごいとっつきにくいんですよ。ライノとかスケッチアップは割と習わないでもさささってみんな立ち上げられるのは、どうしてかっていうと、
とりあえず四角は四角とか丸は丸とか作る形でだけしか制約がないので選ぶツールがはっきりしてるんです。だけどこれだけ見てさあやりましょうって言った時に通り紙を書く時に建築タブに行ってここの右上のグリッドっていうのを選べる人はまあいないと思うんですよね。なんかこう字を書くタブを探しちゃうと思うんですよ。この辺の発想に最初にちょっと慣れてほしいなというふうに思います。さてちょっとここまで来ましたので一回ブレイクしましょう。なんか質問とかありますか、知りたいこと。そういうオブジェクトがグリッドに存在するのにないと思い込んでて進めれるものなんですか。例えばなんですね、断面のやつがあるって分からなくてそれが通り芯だけで表現しようとしたらできちゃったりとか。でも実はレビっていうのはもっと便利というか、ああもうよくあるし、なんだろう、ものによってはだけどそのレビットが用意しているネイティブの機能があまり親切じゃないので手で書いちゃった方が早いなというのもあって、一つ例を挙げると、ここに階段あるじゃないですか。で階段にこうこっちがダウンっていう矢印があるでしょ。でこの矢印、この矢印がまさかの階段のタグなんですよ。これはこれで、このアノーテートっていうところに、こうステアパスっていうのがあって、これでちゃんと階段にひっついてこの矢印が生成できるようになってる。まあだから使える限りではこれ使ったらいいんだけど、じゃあこれを2次元の線を描く機能を使ってこの矢印を書いて何かまずいことがあるかって言われると、まあマネージできるんだったら別にどっちでもいいですっていう。あと何かプロジェクトの指定とか会社のやり方でどうしてもちょっと自分がやろうとしてることがうまく表現できないということがある場合もあるので、まあそれはある程度しょうがない。それを力技で続いてやっても別に何かが間違ってるとは思わない。ただ発想が聞きにくいものってあって、ちょっとこれは操作覚えないで見ててもらえばいいんですけど、ここに階段がありますと。で階段の破断線がここにあって、でこの階段はこの階から上に上がってる階段だからこのフロアプランで見えない、このフロアプランが見てる面より上になってる面はこの点線で表示されてますよね。でこの点線で表示されるのはいいんだけど、ここにこう手すりがくっついてるんですよ、ここにレーリングって。でこの手すりのこの点線、これがいらない、僕はこの点線欲しくないって言った時どうやって消すか。これめちゃくちゃトリッキーで、このビジビリティ&グラフィックオーバーライドっていうここを開けて、でこの中に階段っていうのがあるんですよ。階段じゃない、手すりか。レイリングで、レイリングを開けると、ちょっとなんかこの四角を開ける動作がなんか異様に重いのがなぜなのか、プランニングが入ってしまいました。このレーリングの中に実はその今見てるより上の線っていうのが別に規定されていて、でそいつをオフにすることで消えるんだけど、ちょっとなんか重いですね、なぜだろう。まあちょっと後でキャッチアップしますが、まあ例えばこんな風に消せるとして、だけどこれにたどり着けないっていうケースはあると思う。無理もない、そのある高さより上の手すりの線だけ別で管理されてるなんて普通考えないですよね。これはちゃんと理由があって、高層建築みたいなものを建てるとき、こういうふうに管理されてると、この
ここの部分の表現を一発で全図面変えられるからその方が楽なんですよね。で今ここに何だろう、ハンドレールとレーリングカットラインっていうのにアバフって書いてあるじゃないですか。この2つのチェックを外すとこの線になくなるんですよ。階段も同じ、階段もあるレベルで切られた線よりも上にあるものをここのところでオンオフできるので、ちょっとこのハンドレールも消して、あ、ほら今こうやってアバフというところを消すとこの線が消えましたと。なんだけどまあまあまあしんどいですよね、これ見つけ出すのはね。でその代わり、この線を 2D でなんとかする方法っていうのもあって後で教えますが、それでもまあベストアンサーではないけどできてるんだったらまあいいんじゃないですかと。ファミリって自分で開発したりとか有志の人が作った便利なファミリをインストールしたりっていうのはできたりするんですか？できます。今これで見ててなんとなく気づいたと思うんですけど、今この例えばファミリーってこの中にいっぱいあって、例えばこうファニチャーとかってこれだけあるじゃないですか。だけど、まあ、当然これじゃ足りないんですよね。例えばオフィスを作ろうと思った時、こう肘掛け付きの椅子が欲しいとかキャスター付きの椅子が欲しいとかって出てくるじゃないですか。でこのファミリーをどれだけ持ってるかっていうのは結構そのモデリングを簡単にする上ですごく大事なことで、でこのプロジェクトはこのプロジェクトに今使ってるものしかほぼ入ってないんですけど入れることができます。インサート挿入というタブが多分左から4番目かなんかにあると思うんですけど、で そこの真ん中辺かな、あのファミリーをロードっていうのがありますよね。でこれをクリックします。そうするとなんかウィンドウが出てくるんですけど、試しに1個上のディレクトリーで、あ、2個上か、このレビット2016とか2018とか入れたバージョンによって違うと思いますが、で、ここの、すみません、ライブラリーズを開けてもらうと、その中にいくつかフォルダーがあると思うので、この Japan Lag っていうのとちょっと開けてみてください。そうするとなんかいろいろブワッと出てきますね。これは、日本語版のレビット入れたときに LAG というそのレビットユーザーグループが作ったファミリーがある程度くっついてきます。でここにあるものは好きにプロジェクトにロードして使って大丈夫です。で例えばですけど、そうだな、分かりやすいのは外交行ってみましょうか。で外交の中に駐車場っていうのがありますよね。でこの駐車場ちょっと開けてみてください。で辺もちょっと感が聞きにくいところではあると思うんですけど、駐車場は駐車場で外交っていうオブジェクトの中に入るので、それも1回でもやったことがあればなんかその駐車場はここにあるっていうのが分かると思うんですけど、ないと結構探します。この辺はちょっと慣れてください。分かんないときは聞いてください。でこの駐車場っていうオブジェクトの中になんかいくつか出てくると思うので、例えばそれをロードすると、これは外交というオブジェクトなので外交というカテゴリーの中に入ります。でこの外交が英語版だとどこに入るのか、エクステリアとかになりそうなものだけど、そうですね、例えばこうなんか駐車エリアあるのとか地味だけど、ちょっとこういうものを選択してオープンってやると
それがプロジェクトブラウザーにロードされます。あ、駐車場、ごめんなさい、パーキングっていうオブジェクトがありましたね。駐車場っていうオブジェクトで、そうそう、こういうのがね、あのパッと見分かりにくいんですよ。で、この駐車エリア R1 っていうのを持っていくと、ほらここに駐車場が書けますよね。こんな感じです。で、この他にもいろんな人がいろんなファミリーを作っているので、あの探して使うといいと思います。例えばちょっと参考に貼っときましたけど、例えばこれは、TOTO のデータダウンロードのサイトです。で、なんか例えば、日本で設計しているとよく必要になるのが、あの誰でもトイレのセット、車椅子が入れるトイレ、あれっていろいろイクメントがついてて一個一個並べると大変なんですけど、パカッとセットになってるやつがあって、そういうものがないかなと思って探すと手に入るとか、あとはそうですね、どちらかというと海外製品の方がいろいろ充実していて、あのとりあえず自分が作りたいものをやっていくっていう上だったら意外と海外製品探した方がいいかもしれないです。で、なんでそういう言い方になるかっていうと、一番多く手に入るのはやっぱりアメリカ製のものなんですけど、アメリカのこういうファミリーってインペリアルユニットでできてるんで、全部あのインチとか単位が、あの単位形が違うんですよ。だからそれをインポートして使うと、なんか寸法が 414. 何ミリとかそういう寸法になるのが気持ち悪いのは気持ち悪いです。ただまあそこまで今気にしないから、とりあえず物が欲しいということであれば、こういうものをダウンロードしたり、あとはダウンロードして自分で勝手にこうちょっと寸法をいじってとりあえずそれっぽい形にしたりっていうやり方でも悪くはないと思います。ただ実際その仕事で使ってるモデルとしてそれをやると、そのモデルを人に渡した時にこんな製品ありませんとか言われたりするのでこれはなんかちょっとうまくやらなきゃいけないけれど、こんな感じですね。だから例えばこれフィリップスの照明器具だけど、こんな感じのものがダウンロードできるようになってます。なのでこれは探していいのがあったら持っておくといいと思います。さっきのラグのファミリーにも結構いろんなものが入っているので、とりあえずあれを持っとくだけでもだいぶ違うと思います。ファイル形式って何 RFA？ 基本的にレビットのファミリーは RFA っていうファイル形式になります。ただ、レビットのファミリーが手に入らないケースも結構あるんですよ。例えばどうしてもこの家具を入れたいんだけど探してもないとか、でそういうケースの場合は自分でファミリーを作る。インポートはできます。ただあんまりファイル形式がサポートしているファイル形式があんまり多くない。なので、でライモ側からある程度読める形に書き出してあげるのがいいです。ただそうしてあげさえすれば基本的に形さえ取れるんだったらレビットのファミリーに持ち込むことは難しくない。でちなみに一番僕がやっている中で確実なのは 3DDWG にライノから書き出して DWG で読んであげるというのが一番形のロスが少ないです。あの SAT とか FBX でもいいんですけど、メッシュが割れちゃうんで、その例えば四角い面がトライアンギュラライズされちゃって三角メッシュになっちゃうと、例えばそれが机とかだったりするとメッシュがベキベキ出てきて図面上見た目鬱陶しいのでそれで一応クワッドメッシュが使える DWG の方がもう少しいいかなという感じです。ただどうしても形にこだわっているものであれば、ひょっとすると FBX とか SAT の方がうまくいくかもしれない。手すりの表示非表示のインターフェースってあれレビット特有のものだと思うんですけど、
そういうファミリーにそういう表示のオンオフを切り替えさせるような機能、その自分で作ったファミリーにそういうああいう手すりのオンオフみたいな機能を持たせることもできるんですか？できます。ファミリー自体にパラメーターがあって、うん、そのパラメーターを自分でいじるっていうこともできるんですよ。例えば、なんだろう、これにそういうのがあるかどうかわからないけど、なんだろうな、ファミリー自体がここの属性の設定によって変わるっていう、ちょっとインテリジェントな、例えばなんかすごい地味な例だけど、これをオフにすると何にも変わらないな。ドレインフィッティングビジビリティとか、だからこれをやると排水のフィッティングが見える見えないを変えられますよっていう設定なんだけど、ちょっと今何も変わらなかったですね。だけどこんな風にそのうまく作ったファミリーはここのところでいろんな表示非表示の設定だとか、あるいは何だろう、左勝手と右勝手とか、そういうようなものを変えてあげることもできるようになります。これはレビット上でプログラミングするんですか？これは実は結構簡単で、レビットのいいところはそのファミリーを作るのがすごく簡単っていうところにあると思うんですよ。だからとりあえず形を読み込んでファミリーっていうファイルの中にポコって置いてしまえば、それはもうただのファミリーの一員としてこのプロジェクトブラウザに出てきてポコポコ貼ったりできるし、これはあの何だろう、ライノでいうところのブロックに近いので、ブロックって要するにその一つのコンポーネントは共通していて、ある一つのファミリーをいじると同じファミリーであれば残りの全部もついてくるみたいな、そういう形になっているので、例えばなんだろう、ある設定されたテーブル、会議室の机を置いていて、それが2メートル ×600 でしたと。だけど、まあ、ちょっと会議室が手狭になってきちゃったので、その置く机を450に変えますっていう時に、机を600から450にグッて縮めると全机がそれに習ってくるみたいな、そういうことはできます。でそれが例えば柱とかでもできちゃうので、それは便利な側面もあるけれど、一方で例えば900×900って柱を書いていたのに、あちょっとここだけでかいなって言って、その柱を直接850とかにいじると、プロジェクト中の全900の柱が850に縮んでしまうので、それは注意しなきゃいけない。その時はファミリーを分岐させる必要があります。でその辺の細かい作業はちょっと午後の方でやっていくので、まあ、そういう概念があるということだけ知ってほしいんですけど、ちょっと午前中のテイクアウェイとして持っておいてほしいのは、そこでファミリーを作るときもそのファミリーのカテゴリーが何かってことは聞かれるんですよ。だから例えばこの照明器具みたいなものを自分で作るとしますよね。そのときにその照明器具は天井にくっつく照明器具と定義するか、柱にくっつく照明器具、柱と壁はまあいいんだけども、にとして定義するかっていうことも含めて、どんなものかっていうことを最初の設定で選んでおく必要があって、後から変えようとするとすっごい面倒くさいです。だからそこの入りが聞かれるよということだけ知っておけば、まあまあいいんじゃないかな。で、多分普通に作るもののほとんどが床にひっつくとか、そういう程度のものだと思うので、あまりディテールに入る必要はないし、やりすぎると逆に拘束条件が多すぎてがんじがらめになることもあるので、ある程度気軽に作っても大丈夫だと思います。照明のパネルにワット数とかをパラメトリックにしておけば、レンダリングの様子を見てワット数を全部下げるとか上げるとかっていうのが一斉にできるんですか？いい質問ですね。じゃあちょっとこの 2D ビュー飽きたので 3D ビュー行ってみますか。今このプロジェクトブラウザの、フロアプランの他に 3D ビューっていうのがありますよね。で、例えばこのリビングルームっていうのをちょっと開けてみてください。そうするとここのところに
天井にこう照明がくっついてるのが分かりますかね。でこの照明器具の設定でレンダリングの様子もある程度変わってきます。でしばらく使ってるとプロジェクト保存してないけどどうするかみたいなことを多分言われると思うんですよ。でとりあえず今はほっといていいです。最近だいぶ良くなりましたけど、レビットもやっぱりあんまり無茶すると落ちるので、で15分とか30分とか設定した時間おきに変更を保存しますかって聞いてくるんで、まあそれは適宜あしらってください。設定で変えることもできます。で照明がオンになってないな。ああダメかもしれない。これはオンにならないかもしれないな。結論から言うと、ちゃんと設定された照明ファイルを使うとレンダリングにきちんと反映されます。で、あとちなみに今何やったかというと、この 3D のビューの中で、この左下にちっこいアイコンがずらずらずらって並んでると思うんですが、この左から2番目、この青い箱のアイコンの中で、レイトレースっていうのをやりました。そうすると、多少粗いものではあるんだけど、一応この中でレイトレでレンダリングができます。で、一応これのいいところはインタラクティブレンダリングという形になっているので、ざっくりそのレイトレをかけて、でこんな感じだよっていうのができた後、例えばこの中で画面を画角を動かしたりすると一応ついていきます。ただその都度レイトレやるのでそんなにサクサクは動かなくて、まあ 1,2 分は待ってあげなきゃいけないんだけど、まあ一応こんな感じでできますよと。で先に、まあせっかくこの画面に来たのでレンダリングの話だけ少ししておくと、今ここで見てる画面というのは、モデルを3次元に表現したものをこのレビットのエンジンでレンダリングした状態なんですよ。でこの状態は変わるので、これをもしさっきのシートとかに貼りたい場合は一回保存しておかないといけない。でイメージとしてはなんかこういうレンダリングかけたところで画像に書き出して、でそれをなんかパワポとか別のソフトに貼るみたいな、インデザとかああいうのに貼るとかいうイメージだと思ってほしいんですけど、レビットはその機能が中にあるのでいちいち外部に書き出す必要自体はない代わりに、一回別物にする必要があって、それがこの右上の、インタラクティブレイトレース、レイトレーシングっていうやつの真ん中にセーブっていうボタンがあるんですよ。でマシンパワーのしっかりしたパソコンをお持ちの人はもうここのセーブボタンを押せるようになってると思うんですけど、でこのセーブボタンを押してなんか適当に名前をつけるとここに出てきます。このレンダリングズっていうこのプロジェクトプラザの別なところに出てきて、で1個の画像ファイルとして使えるようになります。でここからレビットの外に画像ファイルとして書き出すこともできれば、シートに貼ることもできればっていう状態だから、ざっくり覚えててほしいのは 3D ビューを直で貼るということもまあ頑張ってできないことはないんですけど、まあお化粧するならこういうやり方をやりますよということですね。あ、ようやくできた。でこのセーブボタンを押すとセーブというプロジェクトというのが出てくるので、どうも私のこれはなんかもの扱いが良くないですが、ここで名前を入れるとここに出てきます。で
ちょっと一旦その話を離れて、3D ビューの中に、この中括弧でくくられた 3D っていう名前の 3D ビューがあると思うんですよ。ちょっとそれを開けてみてください。で、これがデフォルトの 3D ビューというやつで、まあこの今作ってるモデルを3もうとにかく3次元表示したものだというふうに理解してください。で、一つ知っておいてほしいことがあって、レビットの 3D ビューは基本的にアクソ目です。これをパースビューにすることは基本的にできません。パースで、さっきのインテリアはパースビューだったじゃんと思いでしょうが、あれはカメラを設定してカメラアングルを決めて撮ったビューなんで、ああいうふうになってます。それをこのデフォルト 3D ビューでやることはできないので、それをやろうとして格闘しないでください。それはもうソフトの仕様上そうなっちゃってるので、この、アクソメビューに慣れてください。で、操作ですけど、また中ボタンが出てきます。で、この中ボタンで上下左右行くんですが、回転はシフトを押しながら中ドラッグで回転します。で、あとスクロールは真ん中のホイール上下ですね。で、もう一つ知っとくといいかなと思うのは、セクションボックスというやつなんですけど、青い箱が出てきません？出てきませんとか言ってもあれなんですけど、この断面ボックスって書いてあるかな、日本語版だと。で、それを有効にすると、このモデルを3次元で切れるようになるはずです。ちょっとおかしいので、出ました、ダメ。このセクションボックスっていうのをオンにすると出ると思うんだけど、なかなかすげえ遠いところ違うな、そうでもない、おかしいな、まあ、いや、ちょっと後で戻ってきましょう。まあ、そういうふうにして断面を切れるということだけ知っておいてください。で、まあ、そういうふうに断面を切って中を見ることもできるし、あと一部表示を隠して中を見たりすることもできます。例えばこの屋根をちょっと取ってみましょうとなった時は、この屋根をクリックして右クリックをすると、上から4つ目かな、ハイドインビューというのが出てきます。で、この中でエレメント要素っていうのをポチッとやると屋根が消えます。で、まあ、こんな風にしていろんな要素を消していって欲しいものだけ取ることもできるし、まあ、いろいろ表示使い方あります。好みに合わせて。で、
戻すのはちょっとキーボードショートカットしか覚えてないので後でまた言いますね。ちゃんと元に戻せます。ここにまたちっこいアイコンであれなんですけど、電球のマークがあるんですよ。 Mac の人余計ちっちゃいんですけど、ここに右から5番目かな、なんか電球のマークがあって、それとこうなんか赤紫色の枠が縁取られて、でリビールヒルンエレメントってなるし、ね、でこれが隠されたエレメントで、このピンクがついてるやつが今隠れてる状態なんですよ。で私はもう解除しちゃったんですけど、ここにアンハイドエレメント表示するっていうアイコンがあるので、これをポチッとやるとピアノが戻ってきます。もう一回やってみましょうか。これを隠した状態でこの屋根を選んで、これですね、この電球付きのポチッとやると、これがその赤線の世界から消えたのがありますかね。そうすると戻ってきます。こんな感じです。で今なんとなくこの 3D のモデルを、まあ、こんなもんかと思って使っていると思いますが、この 3D のモデルとさっきいじってた平面図は同じものです。でどこかにモデルがあって、どこかに図面があって、たまたまそれを見れてるというふうに思いがちなんですけど、あくまで実体としてはこのモデルをどう見るか、これは3次元の表現で見る、であるいは、平面とか断面の図面という表現で見てる、あるいはそのレンダリングされた表現で見てる。ただこのレンダリングでも画像になっちゃったやつはちょっと性質が別で、これはもう固定された画像なんですけど、まあ、そういうものが一つのセットになってこのレビットのモデルファイルというのができているというところがなんとなく分かってもらえたかなと。だから試しに、何でもいいんですけど、例えば1階にこのカーテンウォールがありますよね。でこのカーテンウォールを選択した状態で1階に行くと、ちょっと分かりにくいんですが、このカーテンウォールが1階でもちゃんと選択された状態になっているのが分かりますかね。プロパティのところにカーテンウォールって最初からちゃんと出てきますよね。これが連携しているということの意味で、この平面図で触っているカーテンウォールというオブジェクトとモデルで触っているカーテンウォールというオブジェクトは全く同じもので、これが図面っぽく見えるか 3D っぽく見えるかっていうのはあくまでそのビューの設定によるものなんです。というところで、だいたい全体像が見えるようになったところで、ちょっと残りのところだけざっと言ってしまいましょう。まず、プロジェクトブラウザは、なんとなくもう構成分かってきたと思いますが、この一番上の大項目にあたる部分でいくつかに分かれていて、でその中に、より小さい項目がぶら下がっていると。いう構成になっていることが分かります。でこれはレビットのプロジェクトである限りは、この下はいろいろアレンジできるんですけど、基本的にこの一番上の、プロジェクトブラウザの分岐というのはものによっては変わりません。なのでここにこういうものがあるということは覚えておくと、どのレビットファイルでも通用します。
まずビューがあって、その次に判例、このプロジェクトではできてませんけど、あとここに、スケジュールズ&クオンティティ集計表って呼ばれているものがあって、でこれがいわゆる積算の機能です。これはちょっと地味なんだけど、例えばこのプロジェクトで使っている植栽、植物が何個植わってるかっていう数を計算した集計表というのが出てきてます。で、パッと見 Excel みたいだし、実際まあそんなつもりで使ってそんなに間違いはないんですけど、一つ注意してほしいことがあって、 Excel のつもりで使うと結構使いにくいです。これはあくまでモデルを集計して出てきた結果なので、ここに自分が好きな値をポコポコ書くとかいうことはあんまり自由にはできません。ここに値を表示したければ、そのように、モデルの方を作っとかなきゃいけない。もちろんここで値は書けるんだけど、 Excel みたいにセルをブワーって伸ばして全部のセルに値を入れるみたいなことはできないので、そこら辺はちょっと感覚がずれるかもしれません。ただまあ、そういう機能がここにあるということを知っておいてください。で、あとここにシートがあって、1時間で切ったな、ちょっと待ってください。しばらくしてからもう一度試してください。まあいいや。で、もう大したものも持ってないので、で、あとグループ、ファミリーと、あとグループ。グループはもう他のソフトと同じで、反復して使うもの、例えば、中層の建物があって2階から5階までトイレのレイアウトが全部同じだとかいうときはグループにして、ここに登録しておくと各階同じトイレが作れるというような機能です。で、一番下にレビットリンクというのがあって、これは例えば、このプロジェクトに別で作った設備のモデルがあって、それを取り込むとかそういうことをしたときはここにぶら下がってきます。で、プロパティの方は午後もうちょっと詳しくやるので、まあ、今はこんな見た目だということを覚えておいてください。とりあえずこんなところかな。じゃあ午前はこの辺にしますが、また何か質問ある人、まあ、またやりながら答えてはいきますが、レビットの作業って最後課題になるような紙の図面をこれレビットに落としてみたいな仕事が多かったりしますか？モデルを作るときに、紙とは言わないけれども、図面を見ながら書くことの方が多くって、逆にその図面表現にならないぐらいのまだふわっとした状態でレビットに行こうという気には僕はあまりならないというのは、さっきちょっと見たように通り芯とかレベルとかっていうのはそれ用のオブジェクトで与えられてるじゃないですか。で、あれが決まってない状態で物を書くの結構しんどいんですよね。で、仮でレベル作っとこうっていうにしても、その建物が何階建てなのかとかも決まってない状態で作ろうとすると、いろいろ保留にすることが多すぎてちょっと疲れるので、せめてそのぐらいは決まってからレビットに持ち込んだ方がいいかなと思います。